昨日8月15日をもってシールズは解散しました。昨年の結婚記念日から始まり、戦後71年目となる日がシールズの解散日の節目ではないかと思い、昨日を解散の日として選びました。自分が1年半、政治的な活動をしていて思ったことは、やっぱりこの社会でこう担おうとする人はまだ少ない、もしくはその誰かやろうってやっていく人に対して非常に比重が重いと、感じました。でこの社会で若者が、まあ、デモであったり政治的にイエスノーってことをちゃんと言うことっていうことは、こんなにも、まあ、辛いっていうとなんかおひそが言えるんですけど、まあ、面倒くさいというか、あの、なんか大変なことなのかということをまあ感じるわけです。まあ民主ってなんだこれだっていうコールがまあすごくクローズアップされて、まあこれだって言い切ることもまあ大事なんですけど、まあもう一つやっぱり覚えておかないといけないってことは、まあ何なんだっていう、この社会一体どうなってるんだっていう、その問いかけをの中で自分たちは常に問いかけながら答え続けてきたっていうことです。でそれは答えがずっとあり続けたっていうよりは、僕の中では常に問いがあり続けて、常にそれに、まあ、日々答え続けた、そういう普段努力の中で僕らは、活動してきたと思っています。まあ価値、何々である、そういうこれが大切であるっていう価値、それが伝わればいいんですけど、それがなかなか何が大切かってことがなかなか共有できない。でそういった中ではどうやってそれを伝えるかってことが問われる。でこれは非常に難しいことです。これが大切であるってことを大切にしながらどうやって伝えるのかっていう、まあ、何をするのかっていうところを、まあ、両方やらなければいけない時代の中で、できることをやった、できることをできるからやった、まあ、できなかったことはできなかったこととして反省は大いにありますし、このままでいいのかっていう問いは僕の中で残り続けます。でしかしその問いに対して逃げずに、何ができるのか、そしてできると思ったことに対してはやってきたつもりです。解散って個人的にはすごく本当はしたくなくて、なんかみんな、なんかみんなでなんかシールズに自分が入れたっていうことが奇跡みたいな感じなんで、ずっとなんか一緒に活動していきたいなって思ってたんですけど、区切りということでこれからは自分で孤独に思考し判断し、自分の思ったことをやっていきたいと思っています。でシールズ琉球、あるいは、まあ、自分がシールズのメンバーとして活動してたのは、やはり日本全体でもこういった学生や、まあ、10代20代の若い人の動きの中で、やはり、まあ、沖縄とそういった安保法制であったりだとか、あるいは、まあ、その前の誰であれば特定秘密保護とか、そういった政治のことを、まあ、結びつけるというような、何か架け橋のような役割を、まあ、追ってたというふうに自負しています。でまあ、事実、まあ、そういったいろんな機会で、発言をさせていただきましたし、それから今まさに、まあ、辺野古の工事もこれから再開される予定で、それから高井では工事が今まさに、まあ、トラックが搬入して、強行されているわけですけども、まあ、そういった現場にも、まあ、勝手にそれぞれ一人個人で行ってたと思いますけども、まあ、自分も足を運んで、現場の沖縄で活動している方々とつないだっていうことは言えると思うので、自分がこのシールズにいて、まあ、沖縄のことを発言してた、取り組んでたということは、まあ、すごく大きかったのかなというふうに思います。別に、まあ、これで終わりっていうわけじゃなくて、皆さんそれぞれの一人にまたこれからもなんか、まあ、追ってほしいなとも思いつつ、で今までシールズに対していろいろ文句を言ってた人とか、ちょっと違うんじゃないかみたいなことを言ってた人は、ぜひまた自分から、あなたが始めてもらえればいいんじゃないかなというふうに思っています。ありがとうございました。記者の人とかから問われるんですよ、なんでこういう活動しようと思ったんですかみたいな。で多分ここにいる全員がえって思うと思うんですよ。いや なんかだってね、やんないとねっていう、それしか言えないのはなんでかっていうことなんですけど、まず超レベルが低いってことなんですね。だって安倍政権がやってることなんていうのは、中学の公民の教科書に書いてある立憲主義とか、そういう超国が守るべき超当たり前の根底的なことをが守れてないわけですから、そんな声が上げるに決まってるじゃんっていう。それってぶっちゃけ本質は僕、民主主義でも自由でも立憲主義でもないと思っていて、
僕らは未来への想像力がある人たちだと僕はシールズは思ってるんですけど、だからこそ僕らの性そのものが危ぶまれてると、僕らこれからどうやって生きていけんのかなっていう、そして子供を産めるのかな、将来ちゃんと作れるのかなっていう、そういうやっぱり漠然とした不安っていうか、でそれがでも目に見える形で危ぶまれているっていうことなんですね。だからその価値っていうのは僕らにとっておそらく民主主義でも自由でもなんか立憲主義でもなくて、生きるっていう、生きたいっていうことだと思います。で僕はなんかここにいるなぜか泣きそう謎なんだけどなぜか今あの珍しいです、ね、そうエモくなってしまっている、なんかここにいる人たちとこう生きていきたいなって思うので、あのめっちゃ後悔する、そう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 、あのはい、あのみんなで生きていきたいなと思うので、まあうん、そのなんていうか僕も含めてシールズの活動すべてを、まあ、僕は肯定するということです。正しいことをした僕らは。